国内外のスポーツの大会で活躍した中学生と高校生が今日県庁を訪れ結果を報告しました。県庁を訪れたのは国内外のスポーツ大会で活躍した中学生と高校生90人です。選手たちは今年度の中学総体、高校総体の全国大会や海外のジュニア選手権などで3位以上の結果を収めました。先月四国などで開催されたインターハイに出場し、柔道女子48キロ級で見事2連覇を果たした佐賀商業高校3年の近藤美月選手が代表して結果を報告しました。ラストのインターハイだったので、しっかりもう出し切るだけ、自分を全て出し切ってやり切りました。佐賀県民としてしっかり活躍して優勝できるように頑張りたいと思います。選手はそれぞれ次の目標を掲げ活躍を誓っていました。